どれ、聖子48に対抗じゃないか、聖子48のアキナちゃん版っていうので作ってみました。アキナをメドレーで好きなように歌いたいっていうすごい長いタイトルです。でも曲は多分1分足らずです。で一応これをやった後にアキナちゃんの私が作ったメドレーをやるっていう流れですね。うん、そういうわけです。はい、これまさかの一発撮り、まあ1分しかないので一発で撮れなかったらちょっとあれなんですけど、はい、ちょっと最初と最後のアキナにちょっとこだわってみました。はい、それでは、あ、そう、終わろうと思ったけど、まさかの昨日アップしたジュブル・メッシ・アンフィニモ、まさかの初めてのコメントいただいた方とかありがとうございました。このタイトルに惹かれてやってきたのかもしれませんけど、初めてのフランス語のタイトルで、まあ結局歌詞は最後だけなんですけれども、はい、感謝してますっていう普通のメルシーボクじゃなくて、まあ、ちょっといろいろお世話になったけど、お世話になってありがとうっていう、ただのありがとうじゃない、ちょっといろいろあっての感謝を込めたっていう意味のこのフランス語です。はい、なんかねちょっといろいろ聞いてみると、ちょっとアタックナンバーワンっぽいところがあったりとか、なんかちょっと、ね、昭和歌謡でなんかどっかで聞いた角川映画のちょっとどっか聞いたことあるとか、なんかちょっとシャラン級っぽいとこもあるとか、なんかみんなどっかで聞いたようなエッセンスが入ってるんですけど、うん、まあ、どっかで聞いたあれだけど、結局はまあ完全パクってなければいいのかなっていう感じで、うん、これはちょっと割ともうすぐ早めにどこかライブハウスで小さいあんたとセットで披露できるかなっていう感じで、これこの2曲、擬人化ウクレレシリーズ2曲と、あと聖子48と、この今の自分でまたタイトル、アキナをメドレーで好きなように歌いたいっていうのね、うん、これ本当はもっとね歌詞長かったんですよ実は。でもちょっと前のバンドのことになっちゃうから、うん、ちょっといろいろ、ライブハウスでちょっといろいろあったこととか、それをちょっと入れると、まあ、ちょっと歌いづらいっていうのもあったんで、まあ、最低限、まあ、ちょっと何回もね、私メドレーやりたいなバンドでって言ったんですけど、オケ使ってるからダメって軽くあしらわれてしまったのがちょっとっていうのがあったんで、どうしてもそれはちょっと歌いたかったので入れてみました。はい、というわけで、また、なんか今ちょっと、オリジナルバージョンに、ちょっと自分モードに入ってるみたいなので、うん、まあ、ちょっとライブもこれからはそんなに、MC 的なライブはしばらくないので、うん、だからちょっと、うん、ちょっとかっこつけてなんですけど、創作活動に結構、浸れるかなと思っておりますので、うん、もうちょっとなんかね、うん、まあ難しいコードで作れたらいいんですけど、でも難しいコードで作ると今度自分が歌えなくなっちゃうっていう、自分で自分の首を苦しめちゃうんで、うん、なるべく昭和歌謡もそんなに難しいコードって使ってないから、やっぱり昭和歌謡のあれですね、習って、結局はこの昨日の作ったやつって結構昭和歌謡、一番私の作った中で昭和歌謡のエッセン、またエッセンスが好きですね。うん、結構曲の感じが昭和歌謡だと自分で思ってるんですけど、うん、
どんな感じでしょうか。はい、そんなわけで、ではまたよろしくお願いいたします。